こんにちは。青葉クリニック美容チャンネル看護師の美咲です。今回はハイドラフェイシャルの施術後の経過と注意事項についてご説明します。ハイドラフェイシャルとは、ハイドラフェイシャルはディープクレンジング、ピーリング、毛穴の吸引、美容液導入を3ステップで行うピーリング治療です。毛穴の黒ずみ、毛穴の詰まり、毛穴の開き、ニキビ、オイリー肌、肌のザラつき、小じわなどのお悩みがある方におすすめの治療です。ハイドラフェイシャル施術後の経過、予想される副作用。ハイドラフェイシャルは施術直後から変化を実感される方が多く、施術後1週間から4週間にわたって肌の滑らかさや潤いを感じることができます。肌に一時的な刺激、突っ張り感、赤みを感じることがありますが、これらはすべて正常な反応で、皮膚の感受性によりますが、通常は当日から3日以内に解消します。施術部位にヒリヒリした感覚、またはチクチクした感覚を感じることがありますが、通常数時間以内に収まります。症状の発現には個人差があり、時間が経ってから症状が現れることがあります。使用する薬剤にアレルギーをお持ちの方は、稀にアレルギー反応が出ることがあります。吸引や摩擦、ピーリング成分の刺激により赤みや天井出血が出ることがありますが、通常当日から3日程度で収まります。ハイドラフェイシャル施術後の注意事項。入浴、シャワー、洗顔、メイクは施術当日より可能です。赤みやヒリヒリ感がある場合、入浴は翌日以降をおすすめします。他のケミカルピーリングとは2週間程度の間隔を空けてお受けください。ご自宅用のピーリング成分入りの化粧品や薬も1週間程度の間隔を空けてご使用ください。日焼け止めクリームをご使用いただくなど、日焼け予防を行うようにしてください。また通常よりもしっかりと保湿をしていただくことをおすすめします。施術当日は肌をこすらないようにご注意ください。今回はハイドラフェイシャルの施術後の経過と注意事項についてご説明しました。青葉クリニック美容チャンネルでは、今後も美容に関する情報をたくさんお届けしていきます。この動画がいいと思った方はチャンネル登録とグッドボタンお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。